金大抗は、大韓民国ソウル特別市出身のプロ野球監督、元プロ野球選手、久保リーグのトサンベアーズの監督を務めている。1990年に入団すると即戦力として、重宝されるようになり、総本権と近況分を押し出して、レギュラー保守になった。それ以降1990年代を代表する、最高の守備型保守の中の一人として、活躍を続け、 1995年の都産の韓国シリーズに大きく貢献した。だがその後は、陳光流やり統計といったライバル保守が力をつけてきたことにより、徐々に出場機会が減少。さらに強打を誇る後世が入団したことにより、正保守の座を完全に奪われた2001年に現役を引退した。現役最後の年からプレイングコーチとして活動しており、引退後も、 トサンのバッテリーコーチを10年間務めた。2011年シーズン後は次期監督候補に上がったが、金守る朝日が就任したためトサンを離れ SKY バーンズのコーチになった。2015年にトサン監督に就任し、同年はいきなりトサンを韓国シリーズ制覇に導き、翌年も連覇した。その後の2017年は、 韓国シリーズでキアタイガースに敗れたもののレギュラーシーズンを2位で終えた。2018年も韓国シリーズ制覇はならなかったが、レギュラーシーズンの独走優勝を達成。2019年には一時的は首位だった SK に9.5ゲーム差をつけられたが、レギュラーシーズン最終戦で勝利したことで優勝を決定し、さらに5年連続出場となった韓国シリーズ制覇に成功すると、 2020年からの3年契約を新たに結んだ。また、同年7月7日の SKY バーンズ戦では、12回裏に、がはじめくんからクレザイ1が、サヨナラホームランを放ったことで彼は監督通算400勝を達成した。2020年も、登山を、史上3回目となる、同一球団の6年連続韓国シリーズ出場に、導いた。ありがとうございます。